います。ありがとうございます。では、すぐ開会宣言をさせていただきます。よろしくお願いします。いい日、いい味、小島のおひなめぶりを開催いたします。ありがとうございました。続きまして、主催者を代表いたしまして、小島商工会議所会長、高田幸男さん。旧上木亭住宅では競合ビナを中心としたおひな展がすでに始まっております。また大華堂では100畳のお座敷の上で100体の1000体のおひな様が大集合するというおひな同窓会も今日からいよいよ始まるわけでございます。開催にあたりましては野崎社長様には大変お世話になっております。私ども今年で創業189年になりますが、長くこの土地でいろんなお仕事仕事の関係でお世話になります。本当にありがたいことで感謝申し上げます。またただいまご丁寧に紹介ありました、私どもおひな同窓会に関しては毎年申してますように、ただ場所をご提供させていただいているだけで、実行委員会の高須会長さんははじめして皆様、商工会所の皆様、そしておひな様を飾るには地元の2つの高校の方、高校生の方のボランティアの協力、その他があって出されることでございます。この催しが有意義なものとして引き続き行われますことは私ともとっても大変。全国中学市の市長会の会長として、また倉敷市が中心となり、備中地域十市長による高橋川流域連携中枢都市圏ビジョン懇談会を立ち上げるなど、伊藤市長様におかれましては就任以来市政発展のため精力的にご活躍されておられます。そしてこの4月1日から小島市民病院が倉敷市民病院としてよそいを新たに会員の運びとなっております。常に倉敷市民を念頭に、国内はもちろん世界を視野に入れた行政手腕など精力的に取り入れご活躍されており、心より感謝しております。それではよろしくお願いいたします。皆様おはようございます。今日は小島のおかみさん会はじめ、実行委員会の皆様によりましての、素晴らしいひなめぐりの開催、大変おめでとうございます。構想実行委員長さんはじめ地域の皆様に心より、感謝と、そして、おめでとうございますと申し上げたいと思います。この倉敷市に春をつけるお祭りであります。ひなめぐりのトップを切って、この小島の会場におきましての、ひなめぐりがスタートされますこと、そして地域の皆さんが本当に毎年素晴らしい準備をしてくださいまして、年々多くの皆様がお集まりになれますこの小島のひなめぐりが盛大に開催をされますことに、本当に倉敷市といたしましても心から、心強く思っているところであります。高田、小島商工会議所、会頭様をはじめとしまして、また、会場をお貸しをいただきまして大変、小島のためにご尽力をいただいております。野崎社長様、そして皆様に感謝を申し上げたいと思います。先ほど高田会頭がお話をしてくださいましたように、今年はこの倉敷市にとりまして大変記念すべき年であります。4月の10日は瀬戸大橋が開通をしまして、ちょうど30年の大きな節目の年となります。そして小島陸続き400年、そして学生服生誕100年、そしてジーンズストリート10年ということで、さまざまな記念の年となるわけであります。倉敷市にとりましても昨年は小島のアニメ映画の昼寝姫に始まりまして、そして4月にはこの小島が大きなその中核となっております日本遺産に認定になりまして、
大華堂野崎家住宅をはじめとします、そして下津井海鮮丼や町並み地区をはじめとするさまざまな小島の伝統文化、そして歴史が日本の文化庁から日本遺産として認定になりました。このことを倉敷市といたしましても全国世界に PR をしていくようにこれからも頑張ってまいりたいと思います。この小島のひなめくりが地域の皆様にとって、そして多くの皆様にとって素晴らしいお祭りになりますことを記念いたしましてご挨拶とさせていただきます。今日一日だけデニムスーツではない分をさせていただいております。大変ありがとうございます。おめでとうございました。